寿司屋の土屋の愛席いいすか。この番組は新しい技術で街づくりをより良く進めるスマートシティ、略して寿司の取り組みを全国様々な事例を紹介しながら、それぞれの地域でどんなことができるかなということを考えていくための番組です。はい、先週ですね、市民起点のスマートシティを語る会ということで、定例の毎月ですね、高円寺から配信をしております番組、やってきたんですけども、そちらにですね、ご登壇をいただきました、矢崎雄一さんという方のちょっとご紹介をしたいと思います。矢崎さんはですね、株式会社ビジネスアーキテクツというところで、いわゆるユーザーインターフェースやデザイナー、アートディレクターということで、経験をされた後に独立された、方です。で、現在では企業や、教育機関での講義活動ですとか、ビジュアライジング JP というところをですね、ウェブサイトで情報発信ですとか、とコミュニティデータビジュアライゼーションジャパンにおける活動ですとか、そういったことを通じて、いわゆるデータの可視化の実践と、普及に関する様々な活動を行っておられる方でございますと。で、これまでですね、協調ということなんですけども、リーサスの教科書っていうもの、リーサスありますね。はい。こちら、2016年に発行されたということでございますね。はい。このデータビジュアライゼーションジャパンというところの発起人でもあられますということです。で、この矢崎さんですね、8月28日ですかね、データの可視化の基本が全部わかる本、ということで、いわゆるデータを収集して変換して、これをビジュアライゼーションしていくということのですね、専門書を、発行されましたということで、ちょっとこの、本について、ご紹介をいただきましたということでございます。はい、データビジュアライゼーション。皆さんどうですか？データとかね、使いますかね。結構お仕事で、こういろんな数字をね、扱ったりとか、いろんな方に、ご提案するですとか、調べたことをですね、人に分かりやすく伝えるということでですね、資料作ったりとかね、されることあるかと思うんですけども、このデータの可視化、見える化というか、単にこう数字の羅列だったり、情報をね、そのまま見せられても、見る人にとってはね、よくわからなかったりしてしまうので、これを、いわゆる、どういうふうにうまく、人に伝えていくのかというところ、重要さ、ね、分かっていただけるかと思うんですけども、矢崎さんによるとですね、データ可視化というのは、一言で言うと、データに基づく知的活動や説得を支援するための技術と方法論ということでございます。はい。ね、説得を支援とかですね、知的活動、これを進めるということですね。やっぱりいろんな、なんて言うんでしょう、お仕事なんかね、していくと、誰かを、交渉したりですとか、いろんな方を、巻き込んでいくということ大事なんですけども、そういった時に、その、なんて言うんでしょう、物事のね、重要性などをお伝えするというか、ご理解いただくということですとか、一番課題は何なのかということですかね。課題、課せられた、お題ということで、やらなければ、いけないことというか、何らかの状態に、達して、目指してですね、進めていくために、やんなきゃいけないこと、本当に、大事なこと、問いは何なのかということ、そういう仮説を立てて、その仮説に基づいて、様々な活動をして、進めていくっていうことが、大事になってくると。で、そういった時にですね、データを、うまく、見て参照しながら、どういったことに我々は意識を向けるべきなんだろうかというのを、決めていくということが、大事でありますと。そういった時ですね、本当にデータというか、情報といいますか、いろんな根拠を、並べていきながら、やるべきことを考えていくということは非常に重要で、一人だけが分かっててもね、なかなか進まないみたいなことはありますから、そのいろんな関係する方々とですね、ちょっと一緒に進めていくような時に、
データをうまく使っていくということはとても、大事で、それをどういうふうにうまく、やっていくかということで、例えばそのデータ分析をね、実務としてやってる方ですとか、あとユーザーインターフェースとか、ユーザーエクスペリエンスを設計するデザイナーの方やエンジニアの方、またプロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャーの方ですとか、マーケティングですとか、事業戦略を考える方、あとは企業の広報、コミュニケーションの担当者の方ですとか、報道機関のジャーナリストの方、また大学生や専門学校生の皆様ですとか、もう幅広い皆様にとって参考になるのではということで、このデータ可視化の基本が全部わかる本ということを、まとめられているということでございます。どうでしょうかね。皆さんなんか、街づくりとかね、そういったことをやっていくときには、もう本当にいろんな、なんかこの課題とか問題がですね、山積みになっているものだと思います。でも、特に街づくりの分野なんかは結構人によってですね、どういったところに興味があるかというか、どういうふうに物事を見ているのかというのが、様々ではあるんですけども、例えばなんかね、こう、過疎地域なんかでね、この人が少ないみたいなことを、問題視というかですね、単にそれは事実でしかないですけども、そういったことを、じゃあ、なんかどれぐらい少ないのかみたいなことですとか、じゃあどれぐらい人が多いとなんかそういうふうに思わないのかとか、ちょっとそこも課題設定次第ではあるんですけども、なんか一言こう、感触としてね、思われたようなことっていうのを、実際にどうなのかっていうのを、検証してみるですとか、様々な方の目で見てみろ、見ていくために、そのデータを取っていくみたいなことはですね、ある種、有効だったりするの。ような場面もあったりします。取っていきながらですね、いろんな方をちょっと説得したり巻き込んでいくために、どういうふうに、していったらいいかといったようなことが、参考になるんだろう、本だなというふうに思っています。で、ちょっとこの、簡単にちょっと本の構成を紹介させていただくとですね、基礎編ということで、なぜデータを可視化するのかですとか、データの可視化とは一体どういうことなのか、でこれがですね、どんな分野で使われているのかとか、その、チャートといいますかね、そういう文法があるんですね。その文法について整理がされていたり、可視化表現の仕方とか、コミュニケーションとしてのやり方といったようなこと。で、あと、実務編ということで、このワークフローみたいなものがね、あったりしますということで、このワークフローを設定する、理解するということと、いわゆる可視化をするまでの、プロセスというんですかね、やり方みたいなことが述べられているということでございます。ちょっとあとは詳しくはですね、その本の方をご覧いただければと思います。で、先週お話ですね、伺った時ですね、非常に印象的だったのは、なんて言うんでしょう、こういったこのデータの可視化にね、至る、こういうことをやろうということに至るまでの、なんて言うんでしょう、これまでの経歴のプロセスみたいなことをですね、経歴あたりを伺ったのですけども、もともとデザイナーをね、されていたということで、さまざまなその工業デザインですとか、そういったことをやっていくときにですね、うまくその、価値といいますか、人に伝えていくというときの、最後完成形がね、世の中には出てくるものなんですけども、じゃあその完成形に至るまでに、どういう発想、思想でそれができたのかみたいなことっていうのは、なかなか表に出てこないということ。で、その作り方プロセスみたいなものがですね、結構海外のね、外国語の文献なんかは結構出てはいるけれども、なかなかあまりそういう方法論っていうのは、出てこないということで、調べれば調べるほど、すごくたくさん出てきてですね、この構想から10年ぐらいかかって作られたということなんですけども、この、その裏側にあるね、この進め方みたいなところを、できるだけ、標準化といいますか、表に出していくということが、やりたいことだというふうに、おっしゃっていました。
で、あの、なんでしょう、あの、最後のものができるまでの100のプロセスがあったとしたら、最初の80ぐらいの、あの、設計のプロセスみたいなところはですね、この共通化をして、まあ、あと2割ぐらいがのデザインの部分に、まあ、完成の部分はですね、あの、まあ、それぞれのデザイナーさんが、まあ、担うと。いうような形で、まあ、その最初の8割ぐらいがですね、もう共通化できるといいなみたいなことを、あの、目指しているというのが、まあ、あの、まあ、今後、まあ、やっていきたいことというか、ちょっと目指しているところなんだみたいな話があってですね、あ、なんかそういう、なんでしょう、プロセスがね、はっきりしてくるとね、こういうデータをうまく使っていくための、まあ、方法として、まあ、迷わずできるっていうのは、まあ、いいことだなというふうに、まあ、思いましたということです。はい、ということでちょっと見ていくとですね、あの、非常に何て言うんでしょう、まあ、言葉の定義ですとか、あの、ちらっと聞いたことあるけどこれって何なんだろうみたいなですね、言葉なんかが非常に、あの、並んでいるので、まあ、このそれぞれ、あの、もう手元に置いてですね、あの、なんか進め方に迷った時なんかに参照していただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、あの、手に取ってみていただけたらというふうに思います。はい、ということで、あの、データ可視化の基本が全部わかる本ということでですね、はい、矢崎雄一さんによる、著書のご紹介でした。はい、それでは